1993年8月、スカイラインは9代目の R33 へと進化した。誰もが GTR も進化すると期待したが、R33GTR は93年秋の東京モーターショーにプロトタイプ出品され、市販車としてデビューしたのは95年1月のことだった。R32GTR が歴史に残る名車となっていただけに、R33GTR の登場時には誰もが R32 を超えることができるのかという疑問を持った。その問いに対して日産は具体的な数値で答えた。それが有名なマイナス21秒ロマンという CM のコピーだ。 R33 はドイツのニュルブルクリンクで R32 の持つラップタイムを21秒縮めたのである。 R33GTR のコンセプトは究極のドライビングプレジャーだ。エンジンは1台で名機となった RB26DETT を踏襲。下級圧の向上や制御 CPU の改良が図られて、カト領域でのトルクとレスポンスが向上し、高速域での絶対性能も高まった。革命的 4WD システムであるアテーサ ETS も進化。前後のトルク配分がより FR に近い特性となったため、旋回時の車両コントロール性が向上した。さらに今回から V スペックを一つのグレードとし、より強力なアテーサ ETS プロを装備した。これはアテーサにアクティブ LSD と ABS の統合制御機能を加えたシステムである。電動スーパーハイキャスも溶冷とフィードバック制御が追加され、安定性を高めたほか、ブレーキは全車にブレンボ製を装着。ボディでは前後にストラットタワーバーを追加することで剛性を高め、ボンネットやフロントフェンダーはアルミ化されて軽量化が図られた。96年にはル・マン参戦を記念した LM リミテッドが発売されている。 R33GTR は R32 のエッセンスを大型化したボディで再解釈したモデルだと言えよう。Thank you.